はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員くつだりょうでございます。チンクエ2018様、棟梁様、近藤達之様、ご支援ありがとうございました。チンクエ様も棟梁様も近藤様も何度も何度もご支援いただき誠にありがとうございます。チンクエさんと棟梁さんなんかご夫婦みたいなんですけど、別々にご入金くださって誠に恐縮であります。ありがたく頂戴してですね、政治活動資金させていただきたいと思います。ゆきお様、さちこ様、しげゆき様、K1 様、ポスティングボランティア、お申し出誠にありがとうございました。早速チラシ送らせていただきますんで、ご近所に、ポスティングよろしくお願いいたします。合計今28名の方がポスティングボランティアしてくださってます。大感謝であります。私も顎腫らしてですね、食事に苦労してる場合じゃないですな。今日は左のこめかみが痛くて痛くて、まあこれのせいだとは思うんですけれども、1000枚送ったのもポスティング終わってですね、おかわり3000枚くれなんて言ってくださってる方もいらっしゃいまして、誠に感謝しております。今回蓮舫も参院選出馬しますんで、私のね5代前ぐらいの先祖の戸籍謄本公開を計画中であります。私の父靴沢佐太郎って言うんですけど、もともと佐久間佐太郎だった。何その名前って、佐久間家なのに佐太郎って名前つけるってちょっと思いますけれども、祖母、つまり父親の母親、おばあちゃんの再婚で靴沢姓になりましたということが判明しております。佐久間家は福島県、田村市船引町の農家、母方は調べてませんけども、母方の祖父の北条菊一はゴリゴリ右翼国州会会員で、本部に納骨されております。私もですね線香上げに 1,2 回、中学生の頃かな行った覚えがあります。国中会東京にあるんだよね、本部ね。5月22日新宿アルタ前で活動家のニート無能らフェミ界隈が AV 新法反対集会を開催したそうであります。なんかマイク持って握ってるニート無能、活動家ですね。本番 AV や売春を合法化するとか主張してるみたいなんですけれども、専門家による解説ではですね、全然違う。AV 新法は AV 出演強要の被害などを受けて被生者が年齢性別に関わらず1年以内に契約を解除できる法案、本番 AV や売春を合法化するものという批判は適切でなく全く違うみたいなんですけど、そう言い張って反対しとるって、全くの難癖言いがかりで反対しておる。なのでこいつらの目的が一体何なんだろうな。 AV 出演強要被害者を守りたくないってことが目的じゃないのかな。それともですね世界に冠たる AV 産業、世界中で受けまくってる売れまくってる日本の AV の破壊、まあ妬ましいって国ありますよね、近くにね。日本の何でもかんでも妬ましい、羨ましいって嫉妬に狂ってる国ありますよね。そこの支持かな、その日本の AV 産業の停滞や破壊を狙って。同じくですね世界に冠たるアニメやゲーム産業もこいつら目の敵にしてますしね。なんか性的搾取、いやいやだろっては言うんですけど、中央にですね、フェミ集会に不釣り合いなおっさん2名映ってるのがわかるでしょうか。ツルツルの、情報提供者によればですね、自由放送団、青年法律家協会、アスワカなどに属する弁護士だそうであります。警察の取り締まりに備えて左翼集会のデモや、左翼集会やデモなんかに付き従う番犬どもだそうであります。このおっさんだね、おっさんっていうかまああのあれですね、まあおっさんかで、なんかあればこいつらが騒ぐから警察も面倒があって左翼の集会だのは
取り締まり甘くなんのかな、トラブルになる自覚はあるんだなこいつらもな、結構な数のフェミどもが集まったみたいなんですけど、お仲間のですね TBS も取材に来るよってなればそりゃ集まりますよね。まああの何十人集まったか知んないですけど、これこの通り熱心にあの TBS が、取材に来てますね。腕章をつけて、NHK スクランブルは絶対報道しねえくせにね、取り上げねえくせにね、TBS、こいつらフェミ界隈って専業主婦像が凄まじいんですけど、こいつらが認める女性像っていうのがですね、社会でバリバリ働いてみたいな、で恋愛も結婚もしてなくて、もちろん出産もしてなくてみたいな女性像しか認めないんですけど、こいつらはね。そういえばですね、女性が専業主婦を選べる結婚して働きたくなければ働かなくていい、育児に専念できるっていうのが豊かな社会じゃないですか。で、そっちを目指すっていう方が健全じゃないの。そういう豊かな社会を目指すべきでは、つまりどこの家庭もサザエさんができるという社会を目指した方がいいんじゃないの。そっちの方が絶対に女性に優しいですよね。で、こいつらは専業主婦に組んでっから全然女性に優しくないですよね。フェミとは自称してっけどね。まあまあ正体は外国政府のスパイなんですけどね。バイデン来日中、岸田総理がですね、ここ20年で最重要の会談とか意気込んでるみたいなんですけど、そうか、そうなのか、ちょっとえばりすぎじゃねえの、他の総理が気悪くするんじゃねえのなんて、思いますけれども、八方美人で余計なこと言うなよな岸だな、米国製の武器兵器いっぱい買うよとか、総理と同じ宏池会の林芳正外務大臣、コロナで危機的な北朝鮮、今までねずっと、我が国にコロナ患者いないなんて、嘘をぶっこいてたんですけど、なんか国民の1割が感染しちゃったようで、大変だなんて言い出してですね、それの支援が必要と新潟市内で講演してしまいました。あそこの国とは国交もない、だから放っておけばいいとはならないとか言っちゃって大炎上しておりました。ネットの反応です。いや、ほっとけ、余計なことすんなよ、やりたいけど自分の金でやる、助ければ漏れなく謝罪と賠償の請求が来る、国交のない国助ける必要があんのか、支援なんか絶対届かず核爆弾の一部に化けるだけ、ミサイル飛ばせる国に施す理由がわからない、ミサイルや核実験に変わるだけ、人民には行き渡らないぞ。上層部ががめてですね、まあ、支援してもね、例えばワクチンだの、余ってるワクチンだの医療品支援を想定してるみたいなんですけど、それ上層部が、他国に売り払って金がめるっていうのがあの国の常であります。まあこっちはこっちでね、余ってるワクチン、廃棄処分とかになっちゃうといよいよ期限が切れてね、責任問題になるから、こりゃいいやつって押し付けたいんだろうけど、北朝鮮は国交がない国じゃなくて日本人を1000人近く誘拐してる敵国ですからね。なんでね敵に塩を送んなくちゃなんねえの。それやりたいんだったら自分の金でやれって、林芳正は。そんなかわいそうだったら自分の金でなんぼでも支援したらいいじゃん。恩を施すと恨む連中なんで、全然分かってないよね。こんなやつが外務大臣ってお酒真っ暗だな。あいつらは恩を施すとかえって恨むんだから、自分らでもそういう性質である我が国民はって分析して論文まで出してんだから、宏池会期待の星でですね、した感じなんですよね、喋りづらくて、宏池会期待の星で次の総理候補として目立つ位置外務大臣に据えたらしいんですけど、なんも分かってねえなってめっき励まくってますね林。全然バカなんだな、
上がってきちゃいましたね。あえて目立つ位置において呆れさせ、ライバルを蹴落とすための岸田の罠なんだろうか、勘ぐりたいとこですけどまあそこまで考えてないかな、あの総理バカだからな。参院選の公約予定に外国人実習制度廃止も入れております。私ね、なんで帝国の技能をわざわざ外国人に実習させねえといけねえんだよっていうのもありますし、実態は奴隷貿易だよって国連からの指摘もありました。その実習制度の中の重要分野における特定技能制度を利用する外国人が1年前の3倍の6万4000人に今年なったそうであります。ネットの反応です。こういうことすっから日本人の給料上がらない。何の特定技能なのよ。マックでバイトして特定技能って、全然特殊なスキルでも何でもないけん、エリートしか来ないって触れ込みだったのに草生える。奴隷が足りない特定の14分野ってことなんじゃね。ベトナム6割超、ついでフィリピン、インドネシアだって。試験ですけど、まあ特定14分野はですね、多い順に、人数が多い順に食品製造、農業、介護などなどだそうであります。全然特殊な分野じゃねえじゃんね。食品製造って何、あの工場のライン、なんでもねえな。奴隷が足りない14分野ってことでしょうね、これね。どなたか指摘してましたけど、1年で3倍らしいけど、コロナで滞ってたものが予定値に戻っただけで、もともと政府はね、5年間であの30万人以上の奴隷輸入を計画してたみたいであります。で、計画通りになった。1年前に比べると3倍になった。こんなんじゃね、あの日本人の給料上がんないよ。もっと安く私はやりますって手挙げるやついたら、うん、そうかっつって安い方いっちゃうもん。日本人のための政治、子孫繁栄の真逆ですよ、これね。奴隷貿易推進してる連中は自分らは逃げ切れっかもしんないけど、数十年後にね、奴隷労働させられたって訴えられて、子孫が苦しむんだと。子孫が、自分らの孫や子が、ひ孫が、子孫に禍根となるようなことはすべきでないし、すぐやめた方がいい。今現在の日本人の給料も上がらんしね。奴隷使わないとやっていけないようなビジネスはすでに破綻してますよね。こういうのはゾンビ企業って言うんですよ。補助金でなんとか倒産せずに済んでるとか、そういう企業ね、ゾンビ企業。こんなの生かしといてもどうにもなんねえから、もうちょっとあの新しいビジネスモデルを考える。時折ですね、猛烈な毒電波を発信する朝日新聞社の雑誌リテラが改憲の国民投票反対を絶叫しておりました。変える必要はないと答えた人が 37% もいる。機運が高まっていない状態で改憲を急ぐのは国民を無視した暴挙。これ変える必要があるって答えた人 56% もいんのに、それは見なかったことに。こんなのに騙される人いんの。この変える必要がある 56% は無視していいの。あんな国民を無視した暴挙とか言ってるけど、56と37だったら56の方優先すべきだっぺよね、明らかに。ネットの反応です。国民投票は国民の権利だぞ。現状維持が幸せなのか。こいつらが反対してるから進めないといけない。お前ら日本人じゃないだろ。あははは、会見しない方が危険なんだか。朝日新聞のギャグが正解。とにかく反対だという白痴。国民投票による民主主義を否定すんな。ごたく並べて苦しいの。国民投票はお前らには関係がない。関係ないっしょ、国民投票なんだからさ。日本人投票って言った方がわかりやすいか。朝日はですね、あの国民の投票する権利を否定すんなって何様だ。共産主義者が、
選挙させねえ企画、朝日のギャグが正解だってことはみんな知ってますけど、今時ね、リテラ買ってるような連中は治療不可能、予後不良だから、まあほっといていいかな。リテラ読者ってどんぐらいいんでしょうね、どんぐらい売れてんでしょうね、リテラってね。押し付けられていやいや買ってる読者もいそうだな。買える必要がある 56% は無視してですね、機運が高まってないとか、大嘘をぶっこいて、まあ読者はですね、こういうリテラの大嘘を金払ってまで読みたいっていう、頭悪い連中ですんで、救われないな。まあ、今後どんどん改憲に向かっていくことは間違いないですから、まあ、リテラの読者はストレスパないですね。今後ね、ストレスのあまり風邪ひきますね。世の中恨んで病気になりますね。我々とは違って。我々は脳みそがまともですんで、まあ会見に向かっててもストレス感じないところがもっとやれ。ですけども、リテラが絶叫してるぐらいですから、反対派には相当なストレスになってるみたい。でありますから、まあまあ我々は幸せ。よかった、脳みそ、行かれてなくて、という感じでありますね。というわけで、引き続きご支援、ポスティングボランティア、東京地区支部長、メール党員さん、よろしくお願いします。ご登録。動画の説明欄からご応募ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。